先週アリエッティのシングル CD とイメージ歌集アルバムが4月7日に発売されるという情報をお伝えしました。で、まあそれを見た人からですね、じゃあ聞いてからの感想はどうなんだっていう指摘を受けたので、今日はちょっとこの感想に CD を聞いてみた感想について喋ってみたいと思います。まずこのイメージ歌集アルバム聞いて思ったことはですね、一つはセシルさんが作るメロディーラインっていうのがすごく新鮮であるということです。日本では、まあ、作られてる映画とか、まあ、流行ってる歌とかっていうのは、まあ、ある程度限られた作曲家の人たちが作ってますので、やっぱりどうしてもメロディーラインっていうのは似たっていうか、なんか聞いたことがあるって言ったら失礼なんですけども、なんとなく耳覚えがあるような曲が多かったりするんですけども、このセシルさんの曲っていうのはやっぱり日本で聞くのは初めての人が多いと思いますし、すごく個性がありますので、聞いていてこれはすごく新鮮な曲に聞こえました。2番目に思ったのは、やっぱりケルト音楽の持つ力ですね。ヨーロッパでは昔から吟遊詩人って言って、まあ、ハープとかギターとか、まあ、笛とかそれを片手にですね、そこで詩を歌を歌いながらですね、いろいろ物語をこう各地に紡いでいった人たちっていうのがいるんですけども、そういう人たちの流れを組むこのセシルさんの音楽がすごくやっぱりこのファンタジーっていうものにはやっぱりぴったりなんだなっていうことは思いました。3番目に思ったことっていうのは、そのすごく楽器の編成が小さいということですね。セシルさんのボーカルももちろんあるんですけども、それからハープ、それからまあパーカッションとか、まあチェロとかバイオリンとか、まあ、曲によっていろいろ編成違うと思いますし、映画に使われるときはまたアレンジを変えてくるっていう話も聞いていますけれども、こういうすごく繊細で音が少ない音楽がつけられることによって、非常にこの作品が静かで、そしてすごく繊細な作品に映画が出来上がるんじゃないかなという予感をさせました。まあそうですね、例えば日本の映画で、まあ、ハリウッドの映画なんか特にそうなんですけど、大オーケストラですごく大きな音楽をかけてですね、感動を盛り上げるっていうのが、まあ、大体定番になっていると思うんですけども、こういうなんかこう本当の楽器一つか二つの小さな編成の音楽が、いろんなシーンにかけられるとですね、それだけでもすごく心に染み当たってきますし、また、音楽が小さいことによってセリフもすごく際立つ、それからさらに気になってくるのがいろんな効果音と言われるその環境音とか、そこに入っている音についてもすごく、気が配られるような作品になるんじゃないかなという予感がしました。だからそういうことで、このアリエッティってそんなに波乱万丈の大スペクタクル映画ではないと思うんですけども、すごくその出てくる人たちの心情を細やかに丁寧に描いた、それでとても心穏やかになる、まあ、心に染み入るすごくいい作品になって、皆さんに気に入ってもらえるんじゃないかなという、この CD を聞いて予感がしてたところが正直な感想です。ということで今日は CD の感想についてお話ししました。